の皆様、こんばんは。私どもは NPO 法人鹿児島ホームレス生活者支えあう会と申します。ホームレス越冬支援、越冬炊き出しへのカンパのご協力をお願いしています。毎年この場所に立たせていただいていますが、12月31日には年越しそば、1月1日にはお雑煮やおぜんざいでホームレスの皆さんに温まっていただいています。その越冬炊き出しへのカンパのご協力をお願いいたします。皆様、今日はクリスマスイブですので、ご家族の方と温かい食卓を囲まれるかと思います。ホームレスの方はほとんどそういった機会がありません。せめて年末くらいは、せめてお正月だけはと、この越冬炊き出しを始めまして、今年で11回目となりました。この11回支えていただいたのは皆様の温かなお気持ちの一つです。どうか今年も、そしてお正月にも、この越冬炊き出し、越冬支援ができますように、カンパ箱を持って係に向かっておりますので、どうか皆様、温かなお気持ちでご協力をよろしくお願い申し上げます。温かなお気持ちをしっかりとお預かりしまして、お餅の購入、おそばの購入などに当てさせていただいております。どうかホームレス越冬支援カンパのお願い、カンパをお願いいたします。私どもは NPO 法人鹿児島ホームレス生活者支えあう会と申します。ホームレス越冬支援へのカンパのお願いをいたしております。毎年この場所で流していただいておりますが、12月31日には年越しそば、1月1日にはお雑煮やおぜんざいの炊き出しを行っております。この鹿児島にも野宿をされている方がたくさんいらっしゃいます。そんな方々、ありがとうございます。ありがとうございます。